皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は9月17日、聖書箇所はエゼキエル書4章1節から17節、行動で生き方で御言葉を表しましょう。エゼキエル書4章1節から17節。人の子よ、一枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘りつけよ。それからそれを包囲し、それに向かって塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ。また一枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ彼らの戸を追え。私は彼らの戸の年数を日数にして390日とする。その間、あなたはイスラエルの家の戸を追わなければならない。あなたがその日数を終えたら、次にまたあなたの右脇を下にして横たわり、ユダの家の戸を40日間追わなければならない。私はあなたのために1年に対して1日とした。それからあなたは顔を包囲されているエルサレムの方にしっかりと向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよ。あなたが食べる食物は、一日分20シェケルを測って、一日一回それを食べよ。あなたの飲む水も、一日分1品の6分の1を測って、それを一日一回飲め。あなたの食物は、大麦のパン菓子のようにして食べよ。それを、彼らの目の前で、人の糞で焼け。それから主は仰せられた。このように、イスラエルの民は、私が追いやる国々の中で、彼らの汚れたパンを食べなければならない。そこで私は言った。ああ、神主よ。私はかつて自分を汚したことはありません。幼い時から今まで死んだ獣や野獣に裂き殺されたものを食べたことはありません。また、生贄として汚れている肉を口にしたこともありません。すると、主は私に仰せられた。では、人の糞の代わりに、牛の糞でやらせよう。あなたはその上で自分のパンを焼け。そして、私に仰せられた。人の子よ、見よ、私はエルサレムで、パンの蓄えをなくしてしまおう。それで彼らは、こわごわパンを測って食べ、怯えながら水を測って飲むであろう。それはパンと水が乏しくなるからだ。彼らは自分たちの咎のために皆痩せ衰え、朽ち果てよう。エゼキエルは神から象徴的行為をするように命じられます。
一枚の粘土板の上にエルサレムの町を彫りつけるように命じられました。エゼキエルがこの象徴行為をした時、エルサレムはまだ破壊されずに存続しておりました。エレミヤ書を見ますと、ちょうどこの時、偽預言者ハナヌヤがこんな予言をしておりました。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子ユダの王エコヌヤとユダのすべての捕囚の民も私はこのところに帰らせる。主の見告げ、私がバビロンの王の首輝きを打ち砕くからだ。その噂はエゼキエルがいたバビロンまで届いていたかもしれません。預言者エレミアはこの偽預言者に真っ向から反論し、バビロンに住む捕囚の民にこのような手紙を書いております。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の見告げ、まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見告げ、私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。エゼキエルはまさにちょうどこの時、エルサレムが包囲されるという象徴行為をしたわけであります。3節をリビングバイブルではこのように訳しております。またお前と町との間に鉄の壁のように一枚の鉄板を立てよ。こうして敵軍がどのようにエルサレムを攻略するかを実証してみせるのだ。私が命じた一つ一つのことにはそれぞれ特別の意味がある。というのは、それはイスラエルの民に対する警告だからだ。つまりこの時、エルサレムにいた人々も、すでにバビロンに捕囚されていた民も、エルサレムが滅亡するとは誰も考えていなかったということであります。チーロバ先生こと榎本康郎先生がこのように言っております。この世のことしか考えない人はこの世のことから全てを類推する。これだけお金があれば大丈夫だとか、ないから不安であるとか、体が丈夫だから安心だとか、自分の現在の状態から将来を類推するのである。けれども聖書の神の言葉は、自分の状態が今どんなであるかはあまり眼中にないのである。神の御心かどうかである。神の御心があればどんな小さな町も繁栄していくし、どんな大きな町も滅ぼされていくのである。
聖書が言っているだけでなく、世界の歴史を紐解くとき、考えさせられることである。バビロンは世界を制覇した。そのバビロンがやがて滅んでいった。ギリシャが、ローマがそうである。古代エジプトにおいても、その力は世界を脅かしたが、今は全く滅んでいる。そのような栄光盛衰は、世界の歴史の中に繰り返されているのである。けれどもそれぞれの国が繁栄を誇っているときには滅亡など思いもよらないことであったであろう。おごり高ぶっていたのである。しかし神の前に彼らは思いがけない滅びを味わわねばならなかった。エゼキエルはこの警告を言葉ではなく象徴行為で表しました。彼は左脇を下にして390日間横たわるように命じられました。その後今度は右脇を下にして40日間横たわるように命じられました。これはイスラエルの家の咎を負わなければならないとあるように、イスラエルの民の罪を自分の身に負うことを象徴する行為であります。高取先生はこんなことをおっしゃっておられます。私たちは自分の罪を認識することにおいては鈍いものである。私たちは自分のしている悪いことがなかなかわからないし、また気づいても神が見られるほどにその罪を重く見ず、在籍感がない場合が多い。当時のイスラエルの民もそうであった。彼らがその罪の重さを知るには、実際にエゼキエルが何百日にも横たわり、その重さと苦痛をもって示さねばならなかったのである。私たちは自分の罪の深刻さに鈍感なものである。イエス・キリストが私たちの罪をその身に負われ、十字架上で苦しまれたのを知って、初めてその罪の重さを知るのではないだろうか。私たちの神様のイメージは愛と恵みに満ちるお方であると思います。しかし愛してくれて当たり前、許してくれて当たり前とおごり高ぶっているということはないでしょうか。ティム・ヒューズの Here I am to worship という賛美の中にこんな歌詞があります。あの十字架の上で私の罪のために支払われた代価がどれほどであったか計り知れない。いかがでしょうか。イエス様の十字架の御業を見上げているでしょうか。今日9月17日は実は私の誕生日であります。高校生の時にこんなことがありました。真夜中に悪夢を見て目が覚めました。その時自分の罪が文字通り迫ってくる印象を受けて、私はたまらなくなってベッドの上でひざまずいて、ただ神様に祈りました。許してください、許してください、許してください。すると、あなたの罪は十字架によって許されたという声が響いたんです。私はあまりにも恐ろしくてガタガタと震えてしまったんですが、気づいたら平安のうちに休んでおりました。イエス・キリストは私たちのすべての罪を背負ってあの十字架の上で私たちのために死んでくださいました。イエス・キリストの十字架の御業を軽視することなく、へりくだり歩んでいこうではないでしょうか。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。イエス様、
あなたが私たちの罪のために十字架にかかり死んでくださったことを感謝します。おごり高ぶることなく日々主を認めつつ歩むことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。